合肥の敗戦後、オロチの元に戻った孫権は孫策の反逆と度重なる討伐失敗の罪を問われ捕らえられていた。ほどなく孫権と孫権が処刑されるという知らせが孫策の元に届く。処刑地は小牧長久手。処刑には妲己董卓らが立ち会うという。父と弟を救うため孫策は直ちに軍をまとめると小牧長久手へと急行した。合肥の敗戦後、孫権殿はオロチの元に戻られたとのこと。戻れば敗戦の責任を問われ処断されること、孫権殿もお分かりだったはず。なるほど、孫権殿はあえて戻られたのか。孫策殿に孫武を託さんとされたのだ。泣かせる話だろ。でも大丈夫だ、親父や剣を救い出す手は打ってあるぜ。孫家の不死、共に形状より脱出せり。うっしゃ、でかした半蔵、将校もよくやってくれたな。オロチ配下だったことが役立つなんてね。処刑場への裏道を半蔵に教えたらすぐに父様たちを逃がしてくれたわ。さすが腕利きの忍者ね。任務完了、ごめん。よし、あとは親父たちと合流するだけだ。孫家の絆、天下に見せつけてやるぜ。オロチ軍を抜け出した親父たちと合流しねえと。大変、王様たちが追手に囲まれているわ。よし、待ってろ、エジェ。この手こそ助け出せ。敵の守りは固い。は我らがおとりとなりましょう。我が部隊は中央に出て敵を引きつけます。これがぶっ飛ばしてやる。この声では俺が引き受けろ。んな嬉しいぜ。俺たちは南へ回り親父を救い出す。行くぞ。こいつなんて強さだ。敵将撃ち取ったり。見事な戦ぶり。父様たちがいるのは西の砦よ。急ぎましょう。孫吾の宿将、侮るなかれ。我が秘宝の宿命は遺跡だ。さては孫吾の死体は誘導か。まさにやられた。敵将撃ち取ったり。素晴らしいですね。敵将だ、かかれ。わざわざやられに来たか。お見事な戦ぶり。この大舞台あなた方には広すぎます。せめて美しく散っていただきましょう。ここで引いては孫策様に合わす顔がない。皆さん、皆さん、お前の相手はこの子だ。下がってこい。長くがいい。敵将撃ち取ったり。素晴らしいです。どうした。まずい。こいつなんて強さだ。敵将撃ち取ったり。やるわね、私も行くわよ。我が地方で勝利を呼ぶ。みんな続け。
素晴らしいですね。檻から解き放たれた虎の恐ろしさ、見せてやろう。今から孫悟の逆襲が始まる。覚悟せよ。おやじ、ゲン熱くなってきたぞ。サク、助かったぞ。よし、反撃だ。ああ、孫賢様が救出された。殿の元に参ずるぞ。さあ、どこからでもかかってこい。逃げ出したトラは騒いで川を這いずれる。逃がしたやつも同罪じゃ。皆さん、次は負けない。敵将討ち取ったり。お見事な戦ぶり。貴様か、わしの魔法は。わしの恨みを買うとは哀れな奴め。敵将討ち取ったり。やるわね。私も行くわよ。素晴らしいですね。我が力存分に味わうがいい。私がやるつもり。投げてない。私の武器、あなたを抹殺できそう。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取ったり。大活躍ですわ。皆さん、敵将討ち取ったり。今度会う時がお前の最後だ。やったわね、兄様。乱丸、これが孫悟の絆だ。少しは理解してくれたかな。孫作様の急な行動も孫賢殿の意地も、皆孫悟と孫悟の周囲にいる人たちのため。孫悟のもとに人が集まる理由が少しですが分かった気がします。